今日はね、まずは笑いの瞑想というのをします。ってどういう反応？笑いの瞑想知ってる？知るはずだよね。笑いの瞑想はね、まず今日40分ぐらい笑いヨガをやって、そしてからその笑いの瞑想、みんなでこう座って輪っかになって、お互いの顔見ながらもう座ってひたすらで笑い続けるという、まあ、5分とか10分笑い続け、でその後シャバーサナね、仰向けになって屍のポーズで、で目を閉じながらネタ状態でもしばらくこう笑い続けると、それがね笑いの瞑想って言うんですけど、これやったらどうなるか知ってる？そもそもみんな今まででさ、生まれてから今まででどれぐらいの長さ続けて笑ったことある？最長、一番長くてどれぐらい笑ったことある？5分以上笑い続けたことある知る？そうだよね、普通はないよね。5分以上もだってそんなに5分どころか3分とか2分とかもずっとこう笑い続けることってまずなくないですか、人生の中で。なのでまあ何分か、まあ少なくとも5分、少なくとも10分ぐらいか、笑い続けるという経験をみんなはね生まれて初めてするわけですよ。するとどうなると思う？笑ってる時ってさ、どうなるんだっけ？体変化するよね。脳の中で幸せホルモンがドバドバ出てくるから、エンドルフィンとかセロトニンとかオキシトシンとか出てきて、全部これは気持ちをこうハイにさせるような、さ幸せにするような、楽しくさせるようなものが出てくるんで、それがだから5分とか10分出続けるわけですよ。だからすごそうじゃないですか、したらね、すごい経験しそうじゃないですか。だからこれをねやり続けたら感動するんですよね。泣くんだよね。いい反応だね。いい反応だね。いや、感動するっていうことはまだ脳科学では仕組みがね解明されてないらしいんだけど、だけどどうもセロトニンが関係してるんじゃないかと。セロトニンっていうのが感動させてこう涙を出させるんじゃないのかっていうのはなんとなく分かってきてるわけで、笑ってる時ってセロトニンいっぱい出てきますから、それでこう感動スイッチにも入るんじゃないかなって思ってるんですけど、でそれ以前にね、笑い顔を作るとさ、こうなんか泣いてる顔と同じような、泣いてる時もこの何て言うの、口角がこう上がると、その時にね俺なんか涙が出てくるスイッチ、感動スイッチが入るんじゃないかと俺思ってて、今これやってる時もなんか感動してくるんだって、涙がにじんでくるんだって。いや、なのでポイントはね、思いっきり笑うってことね。顔くしゃくしゃにして口角を思いっきり上げて笑ってると、その感動スイッチが入るはずなので、これ顔の表情ほとんど変わらなくて、こんなんじゃ絶対感動しない。こんなんじゃ絶対涙のスイッチ入んないから、今日はね思いっきりこう笑って、だから口角を上げて目はもうくしゃくしゃにして笑って、その泣くスイッチをねぜひ入れてほしいなと思っていますね。だから俺ね、この笑いの訓練を家でするわけじゃないですか、もうしばらくずっとこうやってますから、本当にこの感動スイッチ簡単に入るようになりましたよね。すぐ泣けるようになってきてさ、そう、俺ガレン車見ても泣けるね。そのこの間テレビでさ、ドラえもんの映画版のやつテレビでやってて、そしたら最初のもうオープニングの歌のところでも号泣だからね。いや本当さ、いやあれ泣けない？最初のオープニングの歌のところだってさ、映画版はさ最初になんかエピソードみたいなんだよ、いつもみたいにさ、のび太くんがさみんなからこういじめられてさ、ドラえもんとか書いてたらドラえもんいないのよ。じゃあなんかこう不思議な卵が置いてあってね、そしてこれから何かを予感させるわけよ、これからの冒険を。そしてあれがちゃんちゃちゃんちゃちゃんちゃちゃちゃって出てきたらもう号泣よ、もう。なんで？え？わからない？いやだからこれからすごいことが起きるんだろうなって、もう想像は、映画だから
全然もう感動スイッチがない、ないでしょ。感動スイッチがないよ。鉄の女だよそれ。いやだから、いや俺も昔はそんなんじゃなかったんだから、めったにその感動スイッチ入る涙が出てくることなかったんですけど、だから毎日笑うトレーニングしたらね、簡単にこう泣けるようになってたんですよ。でね、これ感動して泣くときに何が起きるかって、感動ってさ、脳を一番整える状態らしいよね。うん、そうそうそう、そうだよ。感動したとき一番脳にとっていいんだから。ああ。そして泣けるとき、感動の涙が出てくると、これはもうストレスが一気に解消するってね。ある脳科学者言ってるんですけど、この涙にはさ、ストレスのエキスが詰まってるらしいから、だから一滴でも流れたら随分心も楽になるし、脳もすっきりするらしいのよ。だからこれから泣いた方がいいよ。泣こう毎日泣こういやだけど感動するの難しいでしょ。だからさ、思いっきりこう笑ってると出てくるから涙が。あのね、本当にこう涙っていうのはストレス解消するっていうエピソードでさ、ラクダの涙っていう映画があって、知らないでしょ。ドキュメンタリー映画なんですよ。モンゴルのドキュメンタリー映画でね、もう何ヶ月ったっけな、もうずっとそのロケ、その監督たちがモンゴルのその遊牧民のところでさ、もう何ヶ月もね取材して、その感動の場所を撮ろうとしてさ、1年ぐらいかな、ずっとそこと滞在するんだけど、そのある民族とね。でその遊牧民なので、生活のために家畜をさ買って、それと一緒にこう砂漠をこう転々とするんだよね。で大体そのヤギだとか、あとラクダを買って、ラクダすごいね、大事なんですよ彼らにとっては。ラクダものすごい大事で、で年に1回繁殖して子供をこう産むのね。そうすると中には難産の親がさ、難産だともうだからその出産するときに痛くて辛いので、それがトラウマになっちゃって、で赤ちゃんがねおっぱいもらいに来るんだけど、もう蹴っ飛ばしたりしてもう近寄らせなくするんだよね。そうするとそれが衰弱しちゃってね、死んじゃうからさ、そうすると遊牧民にとっても困るんで。だけどそれね、必ずやっぱり何頭かに行くとやっぱりそういうのがあるのよ、難産に絶対なるから。でその場合にちゃんと伝統的にね、それを簡単に治す方法があって、まあ、簡単にでもないけどさ、治せる方法があるんだけど、それ何かと言ったら泣かすんですよ。流す、ぶん殴って流すわけじゃないよ感動させて流すんだよ。どうやって流すの、感動させる。ラクダを感動させるってなかなかすごくない。だからこれずっと昔から伝わってるんですよ。こうやったらね、ラクダ感動するっつって音楽聴かすね。モンゴルの伝統民族楽器 の弦楽器でニコっていうの知ってるかな。ギーギーってやつね。でその二個を聞かすと泣くんだよラクダが。それで砂漠だからさ、その町仲間でさ、子供にお使いに行かせるんだけど、2日ぐらいかかるのかな、町行くのに。砂漠こう歩いてって、で町中のその二個のさ有名な奏者をさ、音楽学校で教えてるようなその先生をこう呼んできて、そしてラクダにそれ聞かすの。でラクダ連れてきて、子供と一緒にこう連れてくると、やっぱ子供見ると暴れるのよ。ヒヒンヒヒンっつって、ラクダもヒヒンって鳴くからね、馬みたいに、それで子供をそばに寄せたらもう暴れるもんで、すごいんだ暴れ方が。またでそこでその先生にさ、音楽奏者にこの2個をね弾かせてると、だん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 落ち着いてくるんですよ、散々暴れてたのが。でね、2分ぐらい弾いてると、カメラマンがこうラクダの顔をこうずっとアップにして撮ってるんだよ。で2分ぐらいそれを聞いてるとね、あのでっかい目からね、大粒の涙がポトッポトッと落ち込む。泣くんですよ本当に、その音楽を聞いてて。そして一通りこう何滴かこう泣いたら、あこれでもう大丈夫だってみんな言って、で子供をそばに寄せたら静かにおっぱいをこう飲ませるんだよね。こっちも号泣ですよそれ見てたらもうそんな感動じゃない、だってもうやらせできないからねこれね、すごいんだわ。だから
ラクダでさえ泣くことによってトラウマを解消するんだよ。すごくね。泣くってことはさ、涙ってラクダのトラウマも解消するぐらいだから、やっぱ僕たちも泣こう。毎日泣こう。いや本当だって、泣いたら本当スッキリするからね。だから今日は笑うのが目的じゃなくて、もう泣く、泣くつもりで泣きに行く、泣きに行くために笑う。意味わかんないね。だから本当にね、顔くしゃくしゃにしてね、思いっきりこう笑い続けてたら絶対にその感動スイッチが入るので、うん、泣けたらラッキーだと思わないですか。脳がもう脳が整ってストレスが一気になくなりますからね。もう今日はもう全員泣かせます。だから中途半端に笑ったらダメだからね。これから1時間ぐらいかな、もう思いっきり笑い続けて最後はこう泣くね、泣かないと返さないからね。